今、香取神社の方を参拝してきて、でこれから最後のところなんですけど、生き簀神社に行こうと思ってるんですけど、鹿島神宮、香取神宮とともに、東国三社と呼ばれて古くから信仰を集めてきたところの生き簀神社の方にこれから向かってます。最後のところです。再び茨城県に入ってきたんですね。茨城の鹿島神社に行って、千葉の香取神社に行って、また茨城に入っていく感じなんです。左方向です。目的地付近は到着です。駐車場が、駐車場はい、キス神社に到着です。男がめ、女がめ、左側通行で、ここにでっかい木が出てる。あ、本当だ。うわ、荷物あっちにあるもんね、うん、で、ここが荷物です。鳥が鳴いてる。ああ。あーね、犬を連れてのあれはご遠慮くださいって書いてある。ふーた置いてきて正解。教わっか師匠で教わっか高いとお金は師匠高い、立派。今と素晴らしい。
行っちゃっていいのかな。これを持ち上げられたの。鹿島ビンビンとこの神社とさっき言った香取神社がこう3つの神社と書いてあります。すごいトライアングル。さあ、いったん待つ、車に戻ります。ここが、お足湯。ということで、少しコーターを散歩させてきます。すごい川なんだこれ。ここがポチャポチャしてる。すごい海みたい。痛いね。歌落っこちないように気をつけてね。キラ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 してる。さっき言った雪神社がこんな感じで、本当に今度は戻ります。ここで食べていきたいと思います。三四郎、今昼ご飯を食べてきます。トロですごい美味しい。いただきます。はい、これ何ですか。天ざるそば。すごいね、エビが。特大のエビが2匹。あれ、ちょっと天ぷら回してみて。こんな感じ。見えないで、もっと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 。お待たせしました。天ぷらチキンにそのこみます。ありがとうございます。お荷物のピンですね。はい。はい、ありがとうございます。紙袋を申しますね。はい、ありがとうございます。さあ、俺は味噌煮込みをここの名物らしい。あと天ぷら。あれ、まだ食せない。あ、ありがとうございます。まだそばから。うん、おいしい、おいしい。はい、はい、ありがとうございます。あ、入ってる、大丈夫です。はい、ありがとうございます。おいしい、食べてください。揚げ餅とすです。じゃあいただきます。なんかお値段以上だったね。本当にもうエビがもりもりすぎて
一匹しか食べれなかったし、一匹食べたらもうお蕎麦が食べれなくなっちゃったほど、すごい量だったね。あれで1580円。俺のはね、私のもママが1800円だよ。1580円だよ。あ、ということで夕ご飯も食べたので、これからハウザーに戻って